はい、はい、家を売ってますけど今日は魚付き特集また魚付き特集これこれびっくりした。何わかってるの魚付き特集やって言うてる、はい、魚付きで言うてやる。あなたの魚付きちょっと極端にやってみてください。極端にやる、うん、こうや、はい、じゃあ魚付きはもう習得しました。うん、もう今やってる。やってない。やってないね。なんか意識的なこのなんていう、うん、そのもう形で覚えとるからさ。覚えとる。そう覚えてるから、うん、そのなんていうもうこう最初は確かにやってた時はこうとかここがこうとかってやってたけど、今はもう多分できてるなと思うから、うん、普通にもう進んで変数だけをもう重視してやってます。オッケー、わかりました。じゃあちょっと打つつもりでこう構えて、うん、はい、で今の。完璧な、ね、はい、トップで止めてください。さあ打ちます。スタート。はい、左足上がりますか。上がります。危ないやん。やんもう僕やる、僕やる、僕やる。もうあかんよ。いやー、いいの。はい、上がりますね。ほんならこうやって構えてこうやっていって足上げてこのまま打ってくれる。どういうこと。いやいや、足上げたまま、上げたまま打ってみて。打てるやろ。初めからそうじゃない、はい、普通。じゃあ普通におかしい。インチキせない、インチキよ。なんでこれでいい。普通に構えてさ、はい、打ちます。いや、はい、足上げて、はい、おー打てたぶ。いやもうね、インチキしたらあかんっていうことです。どういうこと。じゃあ、はい、魚付き、はい、はい、はい、ここ、戦い、戦い、ゴー。そう、それで打ちた。これってさ、進んでもできへん。そうや、繋がってくる。まあいいです、だから、はい。まあいい。はい、打っていいの。いや、いや違う違う、戦い、ここ、はい、魚付きで、だってついて、球がどうなるかやってみて。はい、そう。こうじゃない。どうですか。いいよ。久しぶりにやってみて。久しぶりにやってみていいです。なんか一時こうやって先にこうやってしたらつけるんじゃないかって思ってた時があって、わ、うん、かる？もう転びかけましたね。こうするまではいいねんけど、こうしたらこうつけるんちゃうって思った時期があって。一応やったの。どうでした？全然見えるの。もう右ばっかりもさよならって感じで、それ引っ張ってましたよね、ちょっとね。そう、でもこうやっていった時にこうやってしたらつけると思わへんだって、うん、こう、うん、自分なりに考えた結果がアホやったっていう、うん、もう完全におさらばですか。さらばですね。これもうほんまに絶対やってる人おると思うねん、うん、な、うん、だからこうじゃなくて、うん、もうこうやって、もうむしろ自分が、なるほどね、むしろ遠ざかっていくような。なるほど。で、でこう引っ張ったらさ、まあ行くわけやん、勝手にこの森でもシュンって、それと一緒ですね。はい、あがー、今引っ張りましたね。引っ張りました。だからもう出てくんね、ほんまにこいつが、こいつが左手ね、もう左手切り押したのかって言ってるね。言うてるな。右足と左腕がいらんって言って、うん、右足を切り落としたくなるとき、蹴るとき、蹴るときも、蹴るときも、このもうここ、ここいらん、ここ反力間違い、ここがいらん、うん、ここさえなければ、で、プロス、プラスあなたプロス、クロスの達人でもありましたよね。クロス、うん、え、それはもう移り変わったから。あ、何、もう移り変わった。違う違う違う、クロスの達人でもありましたよね。クロスの達人、もう今は違う、うん、でもなんでほんまに今となってはなぜあんなってたのか謎。結局じゃあクロスって一回もクロス専用に行けたらいいんだけど、クロスは通ります、絶対。だクロスになってるから、それをなんかもう寄ってたかって、これ直さないといけないんじゃないかって言うけど、クロスは通らなダメなんです。だから皆さん魚付きドリルして、でクロスになったら、あ、俺もいいかクロスやとかね。
そうやって新井美穂クロスやとか怒られるわ。慣れないよ。いいです。クロスは通ります。でも確かに魚付きの最初ってこうや、うん、でこうつくやん、うん、てかこれでみんなあげたらいいってさ、うん、もう一回やってみて。おうおうおう。こうなってからこうしたらクロスになるわけやん、うんうんうん、なんかその時ここ閉まってるんですよ。閉まってるね。てかストップ。ここをグッと閉めて、グッと閉めてクラブがこう立つとこうなるんですよ、うんね、これが構えて、はい、テイクバックしてこっちを閉めていって、はいクロスですこれ。ね、これクロス。クロスの、ね、もうゲインです。もう一回いきます。はい、はいね、はい、魚つくぞ、はい、よし、そしたらぐーっと締めた、クロスだからこれ通ります。絶対通ります、はい、だクロスになったら、はい、ね、だって当たらなくなったら、あ、俺ちょっと魚つきドリルを卒業するために、はい、ステップアップしてるなと思ってもいいぐらいです。じゃあクロスになってボール当たるのか。当たりません。当たらなくなります、うん、そしたらそこで、ね、前回五木選手にも言ったように、はい、これテイクバック、はい、していきます。アドしてください、はいはい、でここでやっぱりここで締め付けることがもう、ね、なくなるといいですね、はい、今のテイクバックしてください。ぐーっと、はい、そしたらここが空いてくるわけです。ここがそう空いてくるのと、もう左肩がこうぐっとこう下がってくるのが、ね、なくなってきます、ね、そしたらこうクロスになりようがない。あと今必死ですぐ直しましたね。こう投げかけてましたよね。分かってるよ。はい、でもなってたと思う。だからさ、ずっとこうなってるやん。そうや。だからそれが原因か。うん、あ、声ができる。クロスになってみて。せーの、はい、左足はそうです。絶対無理。右しか無理。そう、よし。いや、打ちやすい。あとは、あとは今、これですか。スム、ドン。トーまでがセット。こういったら、ここで手をかざす。トーの時はトーそこまで、ちゃんとあんの順序が。そうそうそう、映画やば。そう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 、いいですね。やりやすいこと、この上なし、この上なし。はい、いきますよ。はい、すん、うわ最高。なんかこの方がすんもしやすい気がする。しやすいんです。開いてて右での方がこう、こう持ってきやすい。これ何？縦カマキリ？縦カマキリ。縦カマキリになりやすい。そうっていうことがわかります、はい。じゃあちょっと左だけグッと締めて、ちょっとクロスになりました。でも自分ではわかりません。クロスになってないと思ってます。そこで変数にやってください。どうなるか。そこで変数。うんうん、折れへんこれ。大丈夫？あ、折れ。で打てたけど、うん、距離は出てない。出てないね。ブワーンとかいかないね。やっぱちょっと寸のさ、達人やったから。から今ねやってもらったら、ひょっとしたらちょっとクロス気味が気づかんと、うん、変寸に行こうという人が、ね、うん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 、いたらちょっとこうなってるかもしれない、うん、ちょっと距離落ちたなとかって思ったら、もしかしたら、うん、こうなってるかもしれない、うん、こうですね。でもこれでも開けるけど、腕って伸ばしてます？うん、ちょっと曲がってるって思う。曲がってるぐらいな感じよね、はいはい、おーい。いい感じ、ね、いい感じですね、うん、はい、まあ、ということで、はい、ね、それぞれの魚付き、ね、魚付きドリル、これちょっとやってみましたけど、はい、まあ、魚付きドリルとは何ですか。魚付きドリルとは、うん、ゴルフの基本。ゴルフの基本。基本で。ね、形が、形というか、
基本そうゴルフ、じゃあもう一回聞きます。はいはい、わかりました。テイク2、はいはい、ではあなたにとって、はい、スタート選手にとって、はい、魚付きドリルとは何ですか。魚付きドリルとはやっぱゴルフの基本ですね。ゴルフの基本、はい。そしたらみんなゴルフやる前に魚付きに行った方がいいですか。やっぱり魚付きから始めてもこれがもうゴルフの醍醐味なんで魚付きからぜひ皆さんに幅界をついていただきたいと思います。わかりました。じゃあそうです、ね、魚付きドリルをやっていったら、はい、まだ極めてはいませんけれども、はい、こんなショットになりますというのをじゃあ先生、はい、見せてください。スタッフ先生って佐藤先生、じゃああえて佐藤先生、はい、してください。魚付きマスターにもなっちゃうかもしれないっていう。そうですね、はい、いきますよ。でも最後変数でですよ。魚付きから今変数になってますから、はい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 、変数でバチャっていいでしょ。これでいいですか。はい、わかりました。いきますよ。はい、すりません。イエーイ。